はい、おはようございます。瀬野道隆です。で、今日のお話なんですけど、このシルバーポットと陶磁器のポットって何が違うのというところについてお話をしていきます。でですね、そもそもの起源なんですけど、起源はこちらになります。陶磁器のポットになるんですよね。で、このポットっていうのが中国で作られました。で、中国で作られて、それがヨーロッパに移動したと。まあ、移動したというか輸出されたんですね。で、17世紀後半ぐらいですね、輸出されたのが。17世紀後半ぐらいにヨーロッパの方、確かイギリスだったかな、そこに輸出されて、イギリスの人たちがですね、おー、めちゃくちゃいいじゃん、こういうポットって、うちにはないね、めちゃくちゃいいじゃんっていうところで、そっかそっかと、まあ中国からね、ポット輸入すりゃいいかっていうところを考えたんですけど、いやでも、なんかやっぱ自分たちでも作りたいよねというところになってくるんですよね。で、自分たちでも作りたいんだから、まあちょっと自分たちで作りますかというところで作るわけですよ。でも、あれ俺たちって陶磁器作る技術がないじゃんみたいなところになってくるんですよね。その頃ってのはそのヨーロッパの方で陶磁器を作る技術がなかったわけですよ。じゃあどうしますってなった時に、あ、分かったよと。俺たちにはシルバーがあるじゃんと。シルバーの商品でこういうポット作ったらいいんじゃないのってところでできたのがこのシルバーポットのわけなんですよ。だからこの陶磁器のポットができた後にシルバーポットができたというところがあります。歴史的に見たときにですね。じゃあですね、この機能的な違いってどういうところがありますかというところが知りたいところと思うんですけど、この機能的な違いっていうのは、大きな違いっていうのは特にはないです。なんで、もう究極に言ってしまえば自分の好きな方を選んでいただければ大丈夫です。で、それを踏まえた上で、その一長一短がありますんで、それを今からお話ししていきます。まずですね、このシルバーポットの方になってくると重さがまあまあ重たいです。まあ陶磁器の方も重たいんですけど、やっぱりちょっとこうね、シルバーポットの方が重たいです。これにまたお湯とかを入れたら、まあ、女性の方であればまあ結構重たいなという感じに感じられる方も多いと思います。で、陶磁器のポットなんですけど、まあ陶磁器のポットもですね、そこまでめちゃめちゃ軽いってわけではないです。ただこの2つを比較した時にこっちの方が重たいですよというだけですね。で、次、メンテナンス性。メンテナンス性なんですけど、こちらはですね、もうほとんどどちらも一緒です。基本的にはこれは使い終わった後は拭いてあげないといけないんですね。特にこっちは拭いてあげないといけないです。今回のこの商品、このポットはオディオっていうブランドのポットなんですけど、純銀なんですね。純銀っていうのは水に非常に弱くて、水がついたまんまとか、あと手垢とか、手垢がついた状態でもこれが酸化の原因になってしまうんですよ。黒くなったりしてる部分って見たことあると思うんですね。それはなんでかっていうと、水がついたまま拭いてないとか、手垢がついたまま拭いてないとか、それがほったらかしにされてたから、長時間ほったらかしにされてあったから、そういった感じで黒くなってしまうというところが原因なわけなんですね。なんで、使い終わったらまず拭いてあげるっていう手間がありますと。で、中も、これが中に湿気が残ってるだけだ、湿気が残ったままだったら、また中もね、黒くなってしまうというところがあるんで、中もね、湿気を抜いてあげないといけませんよというところがあります。なんで、どっちかっていうと、ちょっとこっちの方が面倒かなというところですね。まあ、こっちもね、ちゃんと拭いてあげないといけないです。なんでこっちも拭いてあげないのかというところになってくるんですけど、この陶磁器のポット、どうですかね、今のポットはちゃんとこうしっかりとコーティングしてあって、耐久性もあるというところがあるんですけど、古いアンティークのポットとかになってくると、やっぱもう経歴劣化で、そのコーティングとかもだいぶ薄くなってしまってるんですよね。で、その薄くなってしまってるコーティングの中でずっと使っていってしまうと、そこに水が浸透していってしまいます。で、そこに水が浸透していって、どれだけですね、乾燥させていったとしても、この陶磁器の中にやっぱちょっと水分が残ってしまうわけですよ。で、そのちょっと残った水分のところから、そのお茶のね、お茶の色が残ってしまうという現象が起きてしまいます。どういう風になってしまうかっていうと、こんな感じになってしまうんですね。多分見たことあると思うんですけど、この辺こう黒いじゃないですか。ちょっとこう黒くなってますよね。こんな感じ、まあ見にくいかもしれないですけど、こんな感じでちょっと黒くなってますよね。これはなんでかっていうと、もうそのコーティングがね、ちょっと擦れてしまって、ここにもお茶が残ってしまうと、お茶の色が残ってしまったというところが現象になってしまいます。そういった感じですね、今のは、メンテナンス性についてお話をさせていただきました。で、耐久性なんですけど、やっぱり耐久性で言えばこっちの方が圧倒的にいいです。これはもうね、ちょっとこう、あっつって落としてしまったとしても、別に全然壊れることはない。凹むこともないですね。もうめちゃくちゃ硬いんで。
へこむもうほとんどないですね。へこむっていうことも、バーンとかすればへこみますけどね。でこっちはね、やっぱ陶磁器で作ってあるのはもう落としたら割ってしまいます。もうここから落とせばですね、簡単に割れてしまいますんで、やっぱりこう取り扱いには注意が必要なのかなというところがありますね。で、次、持ちやすさ。持ちやすさなんですけど、シルバーポットを持たれるとき、購入される前に結構質問があるんですけど、ここって熱いんですかというお話があります。でここはですね、熱くないです。別にこれ何でかっていうと、ここにクッションがあるんですよね。クッション、この白い部分、この白い部分っていうのは、ここの中の熱いものがここに伝わってこないようにあるもの、象眼、確か象眼だったと思うんですけど、まあそこはね、しっかりと調べてないんで分かんないんですけど、ここにクッションがあることによってここが熱くはならないというところがあります。で陶磁器も同じですね。陶磁器は別にその電動性とかはないんで、普通に持っても熱くはありませんよというところがあります。ですので、まあどっちがいいどっちが悪い、まあ一長一短があるんですけど、もう本当に究極を言ってしまえば、自分の好きな方を選んでいただくのが一番いいのではないかというふうに思いますね。で、まあ選び方なんですけど、私は洋風が好きですと、私は和風が好きですといった感じで、洋風であればシルバーポットで、和風が好きであればジャポニズムとかシノワゼリとか、そういったところで選んでいただくのが一番いいのではないかなというふうに思います。ということでですね、今日はこちらの陶磁器のポットとシルバーのポット、どう違うのというところを解説させていただきました。もしですね、この動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、いいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。